We are Blazer。 この2試合はとにかく前期に足りなかった得点っていうところでチームとしてたくさん取ってるので、そこは2個のアシストなんですけど、2個なら絶対最後パス出してくれるって信じてゴール前まで行ったので、そこで振り切れ